はい、それでは中世琉球史の2回目ということで、琉球王国について具体的に見ていきたいというふうに思います。レジュメ琉球沖縄史の2ページです。1番の琉球王国の誕生っていうところを見てください。で、前回説明したんですけれども、こう、グスク時代に入っていく中で、だんだんこう、権力者のこう、まとまりができてくるっていうことですね。で、三山っていうのができてきますよということで、三北、中山、三南というこの3つができました。で、これが最終的に一つにまとまるっていうことになるわけですね。それが琉球王国っていうことになります。1429年の成立ですね。まずこの西暦年はきちんと押さえておきたいですね。で、それから基本データとしては、中山が他の二つをまとめたということで、中山王昭和氏。これによる統一だ。で、まず押さえておきたいのは、この背景ですよね。なんでそういう動きが生じるんですかと言って、まあ、要は権力者がね、こう、バラバラな状態ではなくて、一つにまとまらとして動いたんだっていうふうに、まあ、当然説明することもできるんだけど、ここでやっぱり大事なのは、明の成立ですね。明成立が1368年。明が成立したこともそうですが、この明が、海禁政策という政策を取ります。中国人の海外渡航を禁止する。それから、死亡役に関してもやらないと。で、具体的には、この海禁政策と合わせて、朝貢を要求する。つまり、中国民と貿易をしたければ、朝貢してこい。朝貢国の正式な施設としか貿易せんぞっていうのが、これが民の外交施設ですね。海禁朝貢体制とかって呼ばれるんですけど。で、周辺国に対してですね、これ朝貢を促してるんですよね、民が。で、その周辺国の一つに、その三北とか中山とか三南っていうのがこれあるんですよ。で、これも具体的にですね、いつこう働きかけてるかっていうのも、まあ一応記録が残ってるんで確認できるんですけど、例えばですね、これ中山、1372年に明から働きかけされて、で、これもうね、中山、朝貢してるんですよ、実は。で、それから、三南が1380年、で、三北が1383年っていう形で、実はね、この明が成立する。で、それが周辺国にいろいろと働きかけをするっていうところが、当時の琉球にとっては、やっぱ大きな影響を与えたんだろうというふうに推測することができます。で、これは何言ってるかっていうと、強力な中国王朝ができると、その周辺国ではこう、いろんな動きが出てくる。例えば、隋、唐、ここら辺が成立してくると、周辺国っていうのは、まあ、この当然隋唐に朝貢して、ある程度気を使わなければいけないし、その隋唐、これが、例えば高句麗に攻め込んだりしますからね、おお、やべえみたいな形で、それ以外のね、高句麗も含めた周辺国が中央集権化を図ったりする、なんていうことも、まあ、これはもうすでにやってると思うんで大事だと思うんですね。何が言いたいかっていうと、1368年に成立した。その後、働きかけを受けた。で、その延長線上に琉球王国の成立があるわけですから、当然前で後でね。まずここまでですか？じゃあ、とりあえず大きな背景は説明したとして、じゃあなんで中山なんですかとか、具体的に昭和氏どうやって三北とか三南をこうやっつけて統一していったんですかっていうことなんですけど、はっきり言うとね、まあそれはよくわかんないです。一応ね、琉球王国の正史みたいなものっていうのはあるっちゃあるんですけど、まあちょっと記述がね、まあだから大体正史っていうのはその記述にみたいなところがあったりするんだけど、でこう伝承とか神話も多かったりするんで、具体的な経過はいいです。で、ただ、このなんで中山なんですかっていうのについてはある程度説明ができます。それはですね、これは那覇です。どういうことですかっていうとね、沖縄ってさ、こう海に囲まれてるから、こう例えば船でいろんなところに行ったりするのは当たり前だみたいな体でこう大体琉球沖縄市ってこう説明されるじゃないですか。で、間違ってないんですけど、サンゴ礁に囲まれてるんですよ。で、そうするとね、大きな船ってあんま近づけないんですよ。なんでかというと、その大きな船がサンゴ礁のあるところに近づくと当然座礁しちゃうんで、つまりこのサンゴ礁のあるあたりって、まあ要は小さな船しか行けないんです。で、ところがね、実は那覇は、今は、こう、沖縄本島とくっついてますけど、この当時って、島なんですよ、実は。浮島なんですね。で、しかも、その那覇の、まあ、浮島のところのすぐ近くに、こう、川が流れ込んでて、川って当然真水じゃないですか。で、その真水が入ってくる影響で、実はね、この那覇って、サンゴ礁がないんですよ。で、サンゴ礁がないってことは、大きな船が那覇に、こう、入ることができるんですよ。つまり、那覇って、いい港なんですよ。つまり、三北とか三南に比べて、那覇を持つ中山は、民のその働きかけに対して、あ、じゃあ積極的に朝貢しますみたいな。朝貢しますってことは、これ貿易しますってことなんで、貿易によって、こう、経済力をつけるんですね。で、そこら辺が、他のね、三北とか三南の権力者を、こう、凌駕することができた。力でね、経済力で。
経済力で凌駕できるってことは当然戦争でも有利になるってことですから、まあそういうふうに抑えてもらうといいだろうと、まあいうことですね。はい、これでプリントの前提、三山時代の、まあ、三大アジによる支配。で、これがいずれも明王朝に朝貢して作行されているということと、背景としては明の成立による周辺地域での集権化の動きということで。まあ日本だとね、南北朝合一1392年とか、あとは朝鮮、李氏朝鮮ができたのも1392年で、まあこれと同じような方向性の動き。琉球が統一されたのは1429年。南山の佐敷アジだった昭和氏が中山王となり三山を統一する。まあ昔のね、早稲田の琉球沖縄市のテーマ誌だったら出るような内容なんですけど、まあ今はね、もう中山王昭和氏でいいと思いますよ。はい。ということで、じゃあ、この琉球王国1429年に成立するんですけども、この琉球王国、この成立した後ですね、第一尚氏王朝と第二尚氏王朝っていうのがあるんですよ。実はね、これ途中でね、クーデターが起こって、まあ王権が変わってるんですよ。で、最初の、まあその昭和氏の、まあ、血を引いてる連中、これが国王である時代は第一尚氏王朝なんですけど、まず特徴の二つ目からいきますか。中継ぎ貿易で流盛しているということですね。で、王と首里の外交、那覇が発展するっていうことなんですけど、まあ、ここですね。まず論述では非常によく出るんですよ。で、この中継ぎ貿易っていうののですね、こう説明をする際には、やっぱりこの海禁朝貢っていうこの明の外交政策が関わってくるんですね。何が言いたいかっていうと、明がこの海禁と朝貢っていうのを組み合わせた外交政策をまあ展開してるっていうことになりますんで、そうするとですね、どうなるかっていうと、中国の物産が手に入りにくいんですよ。自由貿易ができないわけですから。もう一つ、今度明の立場からすると、貿易を制限するわけですから、諸国の物産が手に入りにくい。だからこれはまあ上は周辺国の事情ですけど、下は明側の事情ってことになりますよね。なんでかっていうと、貿易を制限してるわけだから、朝貢してくるときに諸国の物産は入ってくるけど、それが自由貿易ほどは入ってこない。まあね、それは中国といえども全てのものが生産できて手に入りますなんてことはないですから、ここをなんとか解消したいというふうに考えるんですよ。そのために明はこれどうするかっていうと、これ三山時代からですね、これ琉球に貿易をやらせてるんですよ、実は。あ、ちなみに貿易をやらせって書く以上は、金とか船とか人は提供してます。例えば、東南アジアまで行ってもらわないと困るわけですね。で、そうするとそれなりにでかい船が必要になるわけですよ。で、そのそれなりにでかい船を作る技術が琉球になければですね、明が技術も提供するし、お金も貸すし、人も貸すんですよ。で、そういう形で、実は、明は、琉球に貿易をやらせて、で、琉球に対しては、なんていうかっていうと、お前は、朝貢の回数増やすからな。だからこういう対応を取ってるんですよ。いや、それはそうですよ。ここ、やっぱ、それは問題になりますもん。うん、海禁と朝貢っていう方針取ったら。ってことは、どういうことかっていうと、琉球がですよ。例えば、東南アジアまで行って、まあ、当然帰ってくるわけですよ。で、帰ってきて、その東南アジアのものを持って、明に行くわけですね。ってことは、この朝貢した時に東南アジアのものが明に行きますよね。で、明は朝貢してきたらお土産をくれますから、当然明のものっていうのが琉球に行くことになります。で、同じことは日本と琉球の間でも当然起こるでしょうね。要は琉球が行って日本からのものが入ってくる。ってなったら、こうですよね。で、お返しとして明のものが。まあこれも書きませんけど、朝鮮も同じですよね。で、そしたらこれ分かると思うんですけど、琉球には東南アジアからのものが入ってきますし、明からのものも入ってきますし、日本からのものも入ってきますよね。はい。で、明がですね、琉球に貿易をやらせることで、琉球は諸国の物産が集まるわけですよ。で、その諸国の物産が集まるとなると、ここですよね。周辺国は中国の物産が手に入りにくいわけですから、まず那覇に行って、じゃあ明のものを買い付けようってなるし、で、それからわざわざこれ東南アジアまで行かなくて済むわけですよね。例えば日本の船が東南アジアまで行くってなったらね、まあ時間だってかかるわけですけど、あ、琉球に行けば東南アジアのもの手に入るんだな。よし、じゃあ那覇に行こう、みたいなね。で、例えば、そう、那覇に行って仕入れて日本に戻ってっていうことをやればいいわけですから、そういった形で、この諸国の物産が集まるからこそ、中継ぎ貿易で繁栄する。わかりますよね？この図見たらもう中継ぎ貿易だと思うんですよ。いいですよね？はい。星印のところですけども、中国商品を海外諸国に、海外の産品を中国にそれぞれ供給して、中継ぎの利益を稼ぐ交易システムです。で、背景は、明の朝貢貿易です。明は貿易量が制限される代わりに、琉球王国に資材、人を提供し、琉球王国に貿易を行わせる。
で、明に対する琉球の朝貢回数は他を圧倒すると。で、影響のところですけど、日本と琉球の交易も従来以上に盛んになります。それはそうです。例えば琉球だって明に対する朝貢品を持っていかなきゃいけないって言った時に、東南アジアだけじゃなくて、例えば日本とか。まあそういった話になります。ここがめっちゃ出ます。国公立の論述問題。まあ具体的に名前挙げると、例えば東大2006年の第3問の A、北海道大学2010年の第1問の問いの10、名古屋大学2020年の3の1、それから2018年の4の4、都立大学2022年の大問2の問いの2、慶応経済2013年の大問2の問いの6の括弧2番。まあここら辺論述問題で品質のところですんで、きちんと押さえておいてください。で、これに絡んでよく取り上げられるのがですね、この王と首里の外交那覇は発展の右側ですけど、万国診療の金と呼ばれるものですね。中の4番のところを見てほしいんですけれども、これはですね、琉球王国の首都、まあ、王都って言った方がいいですかね、首里にある金ですね。で、その金に、まあ文書が刻まれてるんですね。で、そこに何て書いてあるかっていうと、中の4番。琉球国は南海の小地にて山間の州を集め、大民をもって保者となし、二地域をもって紳士となす。この二中間にありて、輸出する蓬莱島なり、というふうに書いてあるんですね。これ何かっていうと、要は、琉球王国がある場所は、こう、大体すごいいい場所だって、その朝鮮からも、まあ、明からも距離が近いと。で、その日本からも距離が近いという。だからその距離が近いっていうことが、勝地って書いて、これ小地って読むんですけど、だからいい場所だと。で、この蓬莱の島なりっていうのは、この、まあ、いわゆる位置があるから、琉球っていうのは非常に発展してるんだ、みたいな。で、この後ですね、これが有名です。収集をもって万国の診療となし、という、この船を万国の架け橋とする。つまり、我々はいろんな国の架け橋になっていくんだ。まあ、要はだから貿易で発展してる。ね、諸国の物産が集まるから各国の船が来るんだけれども、その立ち位置で自分たちは頑張るぞという、その中世琉球人のですね、こう気概が現れた文章ということで非常に有名ですね。遺産司法は10万、札に10万すということですね。我が国にはいろんな物資がたくさんあるんだよ、と、まあ、いうことですね。琉球王国栄光時代のですね、これを想起させるシンボルとして、まあ非常に重要視されます。象形だとやっぱりこうやって出るのかな。ただね、一方で特徴の一つ目なんですけど、第一小支王朝はね、政権はそんなに安定してないですね。まあ有力アジがまあいる。で、だから小波氏がその琉球王国統一しましたって言いますけど、まあ有力アジを、まあ一応こう支配下に入れたとは言うものの、国王もですね、有力アジの意向はこう無視できない。だから初期の大和政権みたいな、まあ、連合体のような感じだった。まあ、いうふうに押さえてもらえればいい。だから、収まる雨割りの乱って、まあ、総計だったら昔はよく出たんですけどね。テーマ誌出たら、まあ、これ出るかなって感じだったんですけど、まあ、最近ほとんど見ないですね。有力アジが、まあ、反乱を起こしたりとか。で、あとはですね、昭和史の後の歴代国王がこう、短命で、王位継承争いみたいなのも起こってるんですね。それの代表的なね、が、白、不利の乱。まあ、これ、五代国王が亡くなった時に、その子供と弟がですね、まあ、権力闘争して、まあ、結局両方亡くなった、みたいな記述がある。で、この時の白、不利の乱で、首里城は焼け落ちたなんていう記録も残ってるんですけど、まあ、ちなみに、琉球王国の資料っつうのは、どこまで本当なのかっつうのは、まあ、わからない部分がある。だから、この白、不利の乱って本当にあったのか、ごさまる、あまわりの乱っていうのが本当にあったのかについて、ても慎重な検討が必要っていうことはあるんですけれども、そのこともあるんでね、近年まあ入試では出なくなってるっていう部分があります。で、あとはこういうふうにですね、中継ぎ貿易が盛んになって、まあいろんな国との交流っていうのが行われる中で、各地域の文化が伝わって、まあ琉球文化と呼ばれるものが形成されていきます。例えばこれの代表的な例が三線ですね。まあ中国から伝わった弦楽器で、これよくまあ出ますよね。その16世紀にこれ日本に伝わって三味線になっていくっていう。で、その三味線使ってね、人形浄瑠璃とかが発展していくっていうのが江戸時代とかの文化につながってきますから、まあその意味でこの三線を押さえていいだろうと。で、あとはこのおもろ草紙ですよね。まあこれが琉球王国が作成したおもろという、まあ琉球独特のまあ歌謡ですね。まあ例えば日本の和歌の影響なんかも受けてるし、で、中国の漢詩の影響も受けてるし、で、そもそもですね、この琉球王国の時期ですね、まあこの中世琉球に入ってからですね、明の禅僧とかがこの琉球に来るようになって、琉球の人たちは文字を操るようになったなんていうことも、まあよくこれは研究の世界では言われるんですけども、その具体的な例の一つとして、このおもろ。これを例えばおもろ草紙という歌謡詞を残すという。まあだからこれ文字で残すってことになるんですけども、まあそういう研究を背景にその具体的な例として、このおもろ草紙っていうのがよく挙げられます。で、それから近代のところで話をしますけれども、伊波富裕という沖縄の研究をやったこう学者がいるんですね。これは沖縄出身の学者なんですけども、で、この人がですね、このおもろ草紙の研究を進めたっていうのも、まあ、早稲田とかだとこの伊波富裕はよく入試に出してますんで、きちんとチェックをしておきたい。で、
で、じゃあその琉球王国ってじゃあ不安定だったんですねって、安定した時期はいつなんですかっていうとですね、これはもう15世紀の後半に入ってからですね、内間金丸という、これ琉球王国の家臣がですね、クーデターによって実は政権をひっくり返してですね、で、国王を名乗るんですね。まあだから人心の乱と同じですね。クーデターですよ。で、なんか荘園とか名乗ってますけど、血のつながりはない。で、これがですね、まあ、1469年の出来事だというふうにされているんですけれども、で、この金丸、これが国王になった後ですね、第3代国王の、まあ、昇進っていうのがいるんですね。まあ、覚える人は全くないですけど、その金丸の弟にあたる人物なんですけど、この人がですね、約50年にわたり琉球国王の地位にあってですね、ようやく政権として安定してくるということなんですね。で、しかもその政権として安定してくるだけではなくてですね、奄美諸島とか先島諸島っていうのも琉球王国の支配領域に組み込んでいくと。だからね、1429年に長波氏が琉球王国作った段階ではですね、まあ簡単に言えば沖縄本島は支配領域に入ったかもしれないけど、奄美とか先島は関係ないみたいな感じだったんですね。で、それが実はこの15世紀の後半とかになって支配領域をその南西諸島全体にこう広げていったというのが一つ。で、それから、この頃に、首里城っていうのがですね、3年前に火事で焼けてしまって、再建途上っていう感じなんですけれども、その首里城に大々的に、例えば、その守礼門とかそういったものがこう整備されたのですね、実はさらにこれから下って、16世紀の中頃とか、まあそういう時期なんですね。つまり、琉球王国はですね、成立当初よりも、成立してある程度こう時期が経ってからの方がですね、政権としてはこう安定していったということですね。で、それをですね、まあ、王朝が変わったこともあるので、第二尚氏王朝っていう言い方をすると、まあ、いうことになります。ただし、この第二尚氏王朝はですね、16世紀に入ると、だんだん中継ぎ貿易自体が衰退してくると、まあ、いうことになります。なんでかっていうとですね、まずこの中継ぎ貿易の背景になっているのが、この海禁と朝貢なんですけれども、公の貿易しかやらないよと。民間貿易 NG だよっていうふうに言いますけど、まあ、いろいろ出てくるんですよ。例えば、後期和光ですよね、まずは。これが15世紀の後半から出てきますし、で、それから16世紀に入ると、まあ、これが来ますからね、ポルトガル人。で、こいつらが、密貿易に従事するようになると、まあ、これやったところでねっていう話になるんで、だからこれの影響で怪しくなっている。民が解禁政策を維持できなくなる中で、解禁政策を背景に中継ぎ貿易で繁栄していた琉球も、ちょっと、まあ、経済的には怪しくなっている。そういうふうに押さえておくと理解しやすいんじゃないかなというふうに思います。で、ただ、誤解になります。これ、中継ぎ貿易が衰退するとは言ってもですね、一応中国民との朝貢作法関係というのは維持されますし、日本との交易なんかも行われているので、なんか政権としてだんだん衰退していくとか、そういうわけではないです。中継ぎ貿易があくまで衰退するということですから、そこは気をつけてください。15世紀、それから16世紀の琉球王国の話ですね。これで以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。